本日はハチワレ超ミップぬいぐるみ2個お出迎えしたいと思います。ハチワレちゃんのでっかいぬいぐるみ絶対欲しいよね。でもこれは確率期、実力でいけたらすごく嬉しいです。いい位置にいるんだけどな。これはかかりそうだな。セルフ初期位置、気持ちよさそうに寝ているね。まだまだかかるので早回し。全く取れる気がしません。助けて、ハチワレちゃんが壊れちゃうよ。パワーがなさすぎて辛いよ。アームの可動範囲が狭くて何度も初期位置に。でもさ、これってさ、取れる時に流れる曲ってこと、期待していいってこと。なんとか。なんとかならない。討伐、討伐、草むしり、討伐、シール貼り、おっきい討伐。あ、頑張ろう。惜しいな、でっかいハチワレちゃん。に、三振。は、これってさ、絶対早送りじゃん。絶対実力で無理ってこと。今度こそ大丈夫だよね。あれ食べ過ぎたからみんなお腹いっぱいだよね。ほーら、神アシスト入っちゃいましたよ。店員さん、本当ありがとうございます。なんとか、なんとか、なんとか。マジか。スーパー神アシストいただきましたよ。なんとか、なんとか、なんとか。ありがとう。ハチワレちゃん、いらっしゃい。スーパー神アシストで実力を出迎え。ギャラリーのお姉さん、声援ありがとう。ラブトラ。ハチワレちゃん、いらっしゃい。スーパー神アシストで実力でお出迎えしました。野暮なことは聞かないで。やっぱりでっかいので今回も第二撮影所です。全長約40センチです。でっかいです。それでは1回転。尻尾あります。感触はちいかわちゃんの時みたいな浮遊感がなく普通のクッションです。ちょっと期待してたんだけどな。ハチワレちゃんのこの笑顔は最高ですね。クッション感ですが、説明不要のゲーセン仕様のクッション感です。安心感抜群です。耳はスカスカです。気持ちよさそうな表情。タグはこんな感じ。仲良し3人組。前回のちいかわちゃんと並べるとこんな感じ。
初代ビッグウサギが入るとこんな感じ。完全にちいかわワールドが出来上がります。めちゃくちゃいいじゃないですか。ウサギの笑顔バージョンが出るのかな。でっかいハチワレちゃんでした。迷うことはありません。お出迎えしてあげてね。かわいいですよ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。